ロハ、こんにちは。ハワイのトリセツのピカゲです。今日はですね、人気のお店、朝食が人気のお店に向かったんですが、駐車場がちょっと狭めなのと混んでて入れなかったので、お店の近くにあるカイムキースクールの前にありますマーケットシティの駐車場に車を止めて、これ大丈夫なのかなと思うんですけど、まあ大丈夫でしょうと思って、止めて、そこから徒歩5分ぐらいの場所です。今歩って移動をしています。ワイキキから車で来る場合はカラカウアベニューからカパフルアベニューに入って、レナーズベーカリー、マラサダで有名なお店を越えた1つ目の信号の左手にお店はあるんですが、駐車場入れない場合はそこの信号を左、カイムキアベニューを左に入ります。そのあたり空いていれば路駐もできますが、できない場合はずっとまっすぐ行くと右手にマーケットシティのパーキングがあります。私たちは今回そこの駐車場に車を止めて歩ってきました。徒歩3分ぐらいです。そしてこちらのお店が今回の目的地、カパフル通り沿いにありますスイートイズカフェ。ご存知の方もね、いるのかなと思います。近くにはマラサダで有名なレナーズや大きなスーパーセーフェイがある人気のエリアです。ただいま10時過ぎですが、まだまだ混んでます。一応ウェイティングリストに入れました。5組待ちで今ウェイティングリスト中。その間に外に、なんかこれ多分メニュー失礼、メニューがあるので見ておこうかな。英語だよ。フレンチトーストと、3つあるよ、フレンチトースト。トラディショナル、スタッフトバナナ、クリームチーズ、またはブルーベリーとクリームチーズ。ブルーベリー、クリームチーズ。オッケー。と、エッグベネディクトは、クリームチーズ。うん。エッグベネディクトはトラディショナル、ハルワポーク、コーンビーフ、ベジ。何がいい？コーンビーフはちょっとファットだよね。カルアポークかトラディショナル、お任せします。じゃあハワイだからカルアポークに行ってみましょうか。風が映る。本当だ。待っている間に入り口からちらっと店内を撮らせてもらっていますが、通常は店外で待たなきゃいけません。店内で待つことはできません。お席のタイプはお外のテラス席と中のお席になります。奥に行こう。あ、よかったじゃん。いいじゃん、いいじゃん。2席に通してもらえたわ。一番奥の YouTube 席だわ。よいしょ。わーい、いい席やったね。外にもあったメニューともちろん同じメニュー。今私プランテーションアイスティーの予定だったのが、私ホットコーヒーに突然変更。アイナさんがなぜかなんでプランテーションアイスティーにしたの？分かんない。ジュースだとフレンチトーストとジュースだと甘いかなって思って。プランテーションアイスティーも甘いけどロンスイートのアイスティーにした方が良かったかな。怖い、そがいそうだわ。インサイドって良かったね。良かった。風が強いからさ。そう思ったの。風が強いから音があれかなと思って。全部これ一族なんだろうね、ほら。一族。そうでしょ、ほら。一族。どこだっけ？タラゲラム、バナナ、パンケーキ or French toast? フレンチトースト、クリームチーズ、バナナ、yeah. フレンチトースト、and also カルアポーク、エッグベネディクト、ポテトス、ハッシュブラウン、スパイラス、何です？ハッシュブラウン、またハッシュブラウンにしました。これポテトにした方が良かったかな？何でもいいよ。この間まで買ったんですね。この間ハッシュブラウンだったね、あそこでパンケーキ屋で。綺麗だわ。本当だ。あら、いいじゃない？
私は普通のコーヒーでございますので、プランテーションアイスティーは、まあ、パイナップルが入っています。パイナップルジュース来ました、来ました。まずこっちが回していい、クリームチーズ、開けてないけどバナナだから多分中にバナナ入ってる、入ってると思う。バナナフレンチトースト、うわー美味しそう。そしてカルワピックエッグベネディクト、よかったね、ちゃんと2つあるよ、うん。それと最初何だった、ポテト、ハッシュポテト、ポテト、うん、それだけ2つ、うん、3つ言ってなかった、ハッシュポテト、ライス、ライス、ハッシュポテト、ポテト、ポテト、ライスで、ハッシュポテトにしました。早速これから取り分け、取り分けるね、お皿もね言わなくても持ってきてくれました、ありがとう。これから取り分けて食べたいと思いますが、初めから備え付けで、なんかあのパンに塗るジャム、ジェリー、ジャムとジェリーちょっと違うんですけど、これとお砂糖とケチャップ、これシロップね、そういうのはもう初めからテーブルに備え付けてあります、はい、テーブルセッティングをして、ではナイフもテーブルにあったのでこれで食べていこう。これは何切るのかな、うん、はい、あ、これも切って、そしたら卵が割れてしまった、はい、では取り分けたエッグベネディクトをちょっと割ってもらいます、アイナさん、はい、どうぞ、しまーす、おー、とろーんと、こんな感じ、今卵高いのよ、そうねー、うん、そうね、買えないわよ、うん、卵、あと、こちらがカルワピックです、とハッシュのポテト、うん、はい、ありがとう。でこれは、フレンチトーストの方ね、いいですか、で、はい、頼んだのはクリームチーズ、バナナ、ブルーベリーもあったけど今回バナナにしました。バナナ見えますか、どこにあるの、わからない、ちっちゃくあれなのかな、食べてみればわかるのか、入ってんのかな、食べてみましょう、うん、食べてみますね、はい、これでもこのフォークいいよ、私そっちですか、バナナの、うん、バナナ入ってる、バナナのバナナクリームなの、バナナは私が食べたポーションは入ってない、でもなんかバナナの風味がすごくする、バナナキュウリ、なんだろう、後でちゃんとバナナが塗り込んであるのかな、だってバナナないもんね、そうだね、うん、でも風味はバナナね、バナナ、バナナって感じ、うわ、白、それはシロップかけなかった、さっき無駄につけたくなるけど、はい、いただきます、いただきます。実は私今日初めて来ました、すごいね、ね、こう有名なのにね、そう、あのね、いつも来たいなと思ってるんだけど、混んでるから外でいつも誰か座って待ってるでしょ、あと今日ね、うん、待ってみて、うん、日本の方来るときは、うん、車で来るとね、うん、ここね通り過ぎちゃうも入れなくて、だから初めからここ目指してこないで、後ろのキーマーケットとんだっけ、そこを目指して行って止めて、今止めて、あそこ止めてるけど、うん、止めて歩ってきた方が来れるというのは、ここの駐車場を目指して来てしまうと入れないから、大通り出ちゃうでしょ、そうすると回って来れないもん、そうね、迷っちゃうかもしれないね、はじめから離れたところに止めて歩ってくる方が来れます。バスで、トロリーとかね、来る方法もね、あります、待ってても
私たちも5組待ってる、うん、って言われたけど、うん、結構すぐだったね、うんうん、なのでめげずに来てみてください。私たち今回来たのは、はい、日本人の方が今少ないのでちょっとは空いてるかなと思って来たんですけど、今普通に混んでたね。混んでましたね。朝食にはちょっと遅い時間でも混んでましたので、もう混んでます。いつも。あ、なるほど。美味しいでしょう。今このフレンチトーストを食べましたけど、甘くないから、バナナクリームチーズとかがもしかしたら多分バナナピューレっぽいのを混ざってる、ね、なのでシロップをかけるととっても美味しい。私前これだったかな、ここワッフルもね可愛いんだよ確か、ワッフル。あの視聴者の皆さんは大勢で来て来たらいろいろ頼んだらいいね、うん、いいと思います。ゆずベネディクトもね美味しいよ、うん、でもやっぱコロナ後にね変わったね、うん、あのワイキキ歩ってると他の YouTuber さん見ない？見る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 ね。ジンバル持って歩いてる方が結構いますね、うん、レアレアさんのさ、うん、HIS の、うん、ジミちゃんってやってるんだけど、うん、ちょっと一緒に、まあ、お世話になったこともあるんだよね、彼女。うん、すごく若いけどいい子よ、ジミちゃん。ジミちゃんこの間、撮影してた。本当？あの、あれが担当なんだって。HH で働いてるんだけど、うん、あれ一本。担当なんだ。もうずっと撮影して、二人組でやってるの見たら。カメラ隊とジミちゃん。あ、知ってる。でね、最近、そこに、北田ブラザーズ入ってるんですよ。もう、見た、見た。北田ブラザーズ。でもそれが仕事っていいね。そのか？だから。だってさ、いつもさ、たくさん食べてるよね。はじめね。で、ジミちゃん話したの。うん。どうよって。うん。楽しいんじゃない？その仕事って言ったら、うん、はい、初めはすごい楽しかったんですけど編集が大変です。あ、編集も全部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 ちゃん、もう編集がそうだよね。なるほど、編集大変だよね。カパフルアベニューにある人気のお店です、スイートイズカフェ。いかがでしたか？お会計はチップ込みで約45ドルです。とってもね美味しかったです。朝食にはぴったりですがちょっと混んでますね。毎回ね頑張って近くに行った時はトライしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。アフイホー。